スポーツや健康を学ぶ学科があるこちらの大学で開かれたのはノルディックウォーキングの体験会。40代から80代の地域の人たちがいつもより背筋を伸ばして歩く運動を楽しみました。このポールを使うことで体重が分散されたりするので足腰の負担がなくなったり気軽に始められる運動です。ゆったりと本当に楽しませていただいてます。いつまでも元気に動けたらいいかなと思いますし、参加者たちは運動と健康づくりへの関心を一層深めていました。国の調査によると体に感じる症状で男女ともに上位に上がるのが腰痛です。医師に相談が必要となる体のサインとは。腰、腰痛に加えてお尻が痛いとか足が痛い、足がしびれる、その結果長く歩けないといったような症状があれば一度病院にかかられた方がいいと思います。そうした症状がある人を検査すると、高齢の方ではほぼほぼ MRI というのを取りますと腰部脊柱管狭窄症、神経の通り道が狭いという状態がだいたい検査で出てきます、ね、高齢者に多い腰部脊柱管狭窄症、体に負担が少ない手術など今治療方法が進化しているといいます。高齢者が多い社会では脊椎の病気、腰部脊柱管狭窄症というのは増える傾向です。手術療法というと選択肢、いろんな治療法が出てきているかと思うんですけど、しっかりした検査、それをもとにした診断ですね、症状は人それぞれですし、自分に合った治療法というのも一緒に考えていきたいと思っています。脊椎の専門クリニックが取り組む腰部脊柱管狭窄症の治療に迫ります。で、その下に腰の骨が5個あるんですよね。腰部脊柱管狭窄症が起きるのは脊椎の中の腰椎のあたりです。こちらは脊椎の病気に特化した専門クリニックの先駆けとして2015年に開院しました。入院病棟やリハビリテーションの施設も備え一貫した専門医療に取り組んでいます。全国的に見てもですね、整形外科の一部として脊椎外科というものがあるんですけど、特化している、脊椎だけっていうのに特化しているクリニックっていうのは数箇所しかないんですよね。ですから、よりその特化することで、より絞った対応ができますし、専門のその資格を持った者が3人いますので、いち早く対応可能かなというふうに思います。脊椎に特化した診療を行うことでスピーディーな検査や診断が可能に、できるだけ早く治療を始める体制を目指しています。検査も含めて当日のうちに、一定の方向なり方針、治療方針というのがお話できますので、医者だけじゃなくて周りの理学療法士なり検査、それから看護師さん、みんながそのいろんな経験、非常にたくさんのものを持っている、その専門に特化した形で持っているということが大きいかなと思います。主にお尻の痛み、足の痛みやしびれ、長く歩けないという症状が現れる腰部脊柱管狭窄症はどんな病気なのでしょうか。脊柱管っていうのは神経の管のことを言います。で、それが変形だとかによって狭くなってくる状態、具体的にはもう神経が圧迫されるので、
その神経の症状が出てくるのが特徴なんですよ。お尻が痛い、足が痛い、痛みの結果歩けないというような症状が特徴です。治療は主に薬やリハビリテーションなどを行いますが、症状が改善しない場合や日常生活に支障があれば手術治療を考えます。多種多様な手術方法がある中で、最近は体に負担が少ない低侵襲なものが広がっています。手術時間が短いとか、出血が少ないだとか、あとたくさん切らないといったものがあればあるほど低侵襲になりますね。それに今まで、まあ、そういった手術をしなかった年代にも手術の幅というのが広がってきてますね。低侵襲手術の普及と医療技術の向上により、さらに進化した新しい手術方法があるといいます。一般的な腰の手術は後ろ側から、それに対して前方というのは体の前側からなんですけど、お時間がかからない、手術の工程が時間が少ない、腰椎前方椎体幹固定術を行っています。ぎゅうぎゅうと押されちゃってるような状況なので、こういう状態を腰部脊柱管狭窄症と言います。腰の脊柱管が狭くなり神経が圧迫される腰部脊柱管狭窄症、手術治療の場合は神経の圧迫を取り除き、不安定な骨を固定、骨と骨の間のスペースを保つ器具を挿入します。まあ、特徴としてはですね、この、椎体幹ケージっていうんですけど、そういうのを専用の機械を用いまして入れる手技になります。今まで押された神経っていうのですね、の圧迫が取れます。腰部脊柱管狭窄症の手術が始まりました。ここに体の負担を少なくする新しい手術方法が導入されていました。特徴は手術時間の短縮、そして手術器具を入れる方向と体の位置です。腰椎前方椎体幹固定術を行っています。この前方椎体幹固定術の場合は、脇腹のあたりから手術器具を入れます。一般的な後方から入れる手術との違いとは。こちらが頭側、こちらがお尻側です。で、後方侵入手術の場合には、後方侵入、背中側から入っていきまして、骨を削っていって、そして神経を避けて、この神経の隙間から椎間板という部分に到達します。一方で前方の手術というのは、体を横向きにしまして、お腹の横から入っていきます。そして、筋肉を避けて椎間板の部分の操作を行います。こちらが前方の手術の特徴になっております。こちらのクリニックの場合、前方からの手術を中心に、一部背中から入れる工程も組み合わせて、多くの腰部脊柱管狭窄症の治療に対応しています。前方椎体幹固定術の場合は、達するまでに筋肉だとかっていうお腹の臓器とかはあるんですけど、そういうものをのけてしまうとすぐ椎間板、お時間がかからない、手術の工程が時間が少ない、それだけ低侵襲になります。それに対して一般的な腰の手術は後ろ側から手術をすることが多いです。骨だとか、その取り除くものが多いのでお時間がかかるんですよね。通常後ろで2箇所やると5、6時間というような手術が2時間ちょっとぐらいでできたりするんですよね。体に負担が少ない治療法の進化、それに伴い重要性を増してくるのが、患者一人一人との向き合い方、そして先々を見通した治療の選択です。治療は、注射とか薬とか、
例えば手術にしてもそれで1回で終わるということはないかと思います。まあ、手術をしたとしても将来他のところが変化が出てきたりとかですねしますし、まあ、治療後どういった形で生活を送るのか、今までのできるだけ生活を維持してですね自立してやっていただくために、まあ、先々そういった治療をどういったのがいいかというのを一緒に考えていきたいと思っています。次に世代の先生方、あとスタッフさん、あと理学療法士さんも含めて、まあ、いろんなスタッフが次にどんどんつながっていける、今後、まあ、脊椎の専門に特化したクリニックになりますので、できる限りそういったことを末永くですね答えていきたいなというふうに思っています。脊椎の専門医に腰に負担をかけない日常生活のポイントを教えてもらいました。まず腰自体を曲げるとか負担がかかるような姿勢はできるだけ避けていただきたいんですよね。ですから姿勢よくですね足の筋肉を使って立ち上がるというのがまず基本、それから物を持ち上げる際の動きですけど、腰はあまり曲げずにこのまま持つというふうな動きが大事かと思います。はい、体の支えとなっているのが、まあ、腹筋なんですけど、特にお腹の筋肉っていうのを意識していただいて腹筋との力を入れる。足腰を元気に保つために日頃の運動や専門医での相談、自分に合う方法を見つけてみませんか。